はい、皆さんこんばんは。 YouTube シラバスフランス料理担当の酒井敦史です。今日は10月17日ですね。今日ご紹介するお料理は、栗を使った、栗のブルーテ、ポタージュスープですねをご紹介します。材料はこちらです。栗、さつまいも、栗の粉、白ネギ、ブイヨン、生クリームですね。バターを加えます。刻んだ白ネギ、しっかり炒まったら蒸して、身だけにした皮を取り除いた栗ですね。さつまいもも蒸して皮を剥いて切ってあります。一度全体をなじませて、ここに栗の粉、ここで全体炒めながらなじんだら、ここにブイヨンですね。まず少量、ベシャメルのような感覚で、まず粉が入ってますので、まず少量入れて混ぜ合わせて、次に残りの半量ぐらい入れて、火はついたままですね。火はついたまま、残りブイヨン加えます。全部火が入った材料ですが、全体味が馴染むように10分ほど煮込んでいきます。蓋をしてですね、蓋をして10分煮込みます。はい、では、もうそろそろでスープ出来上がりますので、浮き身の準備を。バターです。生ベーコンですね、パンチェッタ。栗です。これで OK。塩は、生ベーコンの塩気で十分ですね。このまんま置いておきます。ニンニクを香り付けに少しね。ニンニクのオイル漬けです。スープ仕上げていきますね。分量の生クリームです。ハンドミキサーで滑らかにしていきます。では盛り付けしていきます。先ほど用意した小玉ねぎとベーコンですね、に栗、エキストラバージンオリーブオイルです。粗挽きの黒胡椒、
完成です。はい、試食していきます。いいですね。こう栗が持つあの渋みやほのかな甘さですね。さつまいもも手伝ってるんですけど、あと栗の粉は風味を増して、付け合わせもね、あの小玉ねぎの食感や、生ベーコンの塩味が非常にこう食べてて楽しくなるようなレシピに仕上がってます。で、あの濃度が非常に濃い、スープですので、クリームの量を調整したり、ブイヨンが面倒であれば、ブイヨンのレシピの部分を牛乳に変えていただいても、十分うまみのあるスープが出来上がると思いますので、これはぜひあの秋口からですね、寒くなっても、十分楽しめるお料理だと思います。ぜひ、ご家庭でお試しください。セボンです。